第61回ユーロビジョンソングコンテストは、スウェーデンストックホルムのストックホルムグローブアリーナで2016年5月に開催された。前年のユーロビジョンソングコンテスト2015で、スウェーデン代表のモンス・セルメルローのヒーローズが優勝したため、スウェーデンは今大会の主催権を得た。ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデンでの開催は6回目、うちストックホルムでの開催は1975。 2000に次ぐ3回目であり、グローブアリーナでの開催は2000年以来2度目である。2016年5月の10日及び12日に、準決勝、14日に決勝が行われ、ペートラ・メーデとモンス・セルメルローが司会を務めた。今大会には43カ国が出場する。出場国数が43カ国となるのは2008年大会、2011年大会と並んで、過去最多である。 ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、ウクライナが今大会から復帰した一方、ポルトガルは不参加となる。今大会では投票方式が一新される。従来、各国から出場者に対して1点から8点、10点、12点を投票していたが、今回は、各国は出場者に対して、審査員分及び視聴者分それぞれにつき1点から8点、10点、 12点を投票する。オーストリアウィーンで開催された前年大会で、スウェーデン代表のモンス・セルメルローが優勝したため、今大会はスウェーデンが主催国となり、ストックホルムのグローブアリーナで開催することとなった。グローブアリーナは1万6000人収容可能であり、過去に2000年大会の会場となった実績がある。ストックホルム用手ボリリンシェーエッピングサンドビーケン。 イエブレ・エルン・シェルツビク・マルメ会最地の候補となった都市スウェーデンテレビはモンス・セルメルローの優勝が決まった翌日の2015年5月24日ストックホルムのテレツーアリーナを会場として考えていると発表したが他の都市や会場の立候補も受け付けるとして約3週間の間に会場を選定することとなった2016年大会の会場グローブ アリーナスウェーデンテレビは6月1日、開催地となる都市会場の要件を以下のように定めた、会場は2015年の夏頃までに決まるとされ、7月8日には、ストックホルムのグローブアリーナを会場とすることが発表された。主な会場候補日程の初期案は、前年大会期間中の2015年3月16日に発表され、 2016年5月の10日と12日に準決勝、14日に決勝を行うこととされた。実際の開催日は主催国であるスウェーデンテレビに委ねられていたが会場の決定と同時期に初期案の通り開催することが発表された。2014年も欧州放送連合とアジア太平洋放送連合との会合で大会にアブ TV ソングフェスティバルの出場者を ゲスト出演させる案が話し合われた。この案は2014年のアジア太平洋放送連合の総会で議題となったものであるが、欧州放送連合は2015年6月16日、この案について検討していくことを明らかにした。スウェーデンテレビは大会の開始時刻について、中央ヨーロッパ夏時間21時から20時への前倒しを検討していると発表した。これは、 特に放送時間が深夜に及ぶ東部、ヨーロッパ地域でも、家族層が番組を楽しめるようにとの考えであった。しかし、欧州放送連合は2015年10月28日、大会の開始時刻は従来通り21時とすることを発表した。2015年9月23日、欧州放送連合は、準決勝を経ずに決勝に出場できる、ビッグコおよび主催国について、 準決勝中に紹介する際は従来のビデオクリップに変えてリハーサル映像を使用するとした。10月26日、スウェーデンテレビ及び欧州放送連合は大会の主要メンバーを発表した。制作総指揮にヨハン・バーンハーゲン及びマーチン、スターダル、トビアス・スバーヤが制作主犯。準決勝及び決勝の演出はスベン・ストーヤ・ノビッチ、大会の制作は クライスター・ビューデックマンが選出された。2016年2月16日、欧州放送連合は1975年以来となる投票方式の改定を発表した。新しい投票方式は、スウェーデンのメロディーフェスティバー連を参考にしたものであり、各国は1点から8点、10点、12点までの各、得点を審査員分、視聴者分それぞれ投票する。 順番として、まず視聴者による電話投票終了後、各国の審査員分の得点が、それぞれの国から順次発表され、加算されていく。この時、2006年以降は1点から7点は、画面表示のみで、8点、10点、12点を口頭で発表していたが、本大会では10点以下は、画面表示のみで12点だけは、口頭で発表される。 審査員病の加算が終わった後、各国の視聴者病の合計が司会によって発表される。司会は合計視聴者病が少ない楽曲から順に発表していく。なお、準決勝での得点の集計も同じ方式が用いられるが、準決勝を通過した楽曲を発表する際は、順位や得点は伏せてランダムな順番で発表される。新しい投票方式では、 審査員病と視聴者病を分離したため、審査員病が無効と判断された際に、視聴者病のみをその国からの特典とする従来の方法が使えなくなった。そのため、ある国からの審査員病が無効と判断された場合、大会諮問団によって事前に選定された他国の審査員による投票をもとに、当該国の審査員病を算出することとした。 サンマリノ国営放送会長のカルロロメオは2016年2月23日新たな投票方式についてサンマリノのような小国には不利な制度であるとして批判したサンマリノはイタリアの電話を使用しており視聴者病を集計することができずこのため従来は審査員病のみで投票していた新たな投票方式では視聴者病を投票できないサンマリノの影響力は 従来の半分になってしまうが、欧州放送連合は、加盟各国に伺うことなく、一方的に決定したとして批判した。欧州放送連合は2016年3月14日、テレツーアリーナにて、大会決勝と並行して、ライブイベントを開催すると発表した。イベントは、ユーロビジョン・ザ・パーティーと題され、サンナ・ニールセンが司会を務め、 大型スクリーンで決勝の様子を見るほか、決勝会場であるグローブアリーナの舞台裏で、出場者に対してインタビューをしたり、決勝の司会である、ペートラ・メーデやモンス・セルメルローと共に登場したりする。また、決勝におけるスウェーデンからの得点は、ザ・パーティの会場から発表される。前夜祭り、五夜祭もこの会場で行われ、かつてのユーロビジョン優勝者であるカローラ・ヘグクビストや、 ドリーン、その他に、ダニー・ソーシド、パネトス、DJ ・ティム・ヘンリーなどがゲストとして登場する。大会の制作葬式にあたるヨハン・バーンハーゲンは、ザ・パーティは、ユーロビジアン・ビレッジやユーロクラブで行われる、従来から、ある関連イベントを補うものであり、次年度以降も、主催地の恒例イベントとなってほしいとの期待を、表明した。前年大会の優勝者である、モンス・セルメルローは、 今大会の司会への希望を表明した。セルメルローは以前にもメロディーフェスティバー連2010やスウェーデンテレビの音楽番組で司会を務めた経験がある。クライスター・ビューデックマンはエクスプレソンに対してジーナ・デレウィン、ペートラ・メーデ、サンナ・ニールセンなども司会の候補に上がっていると話した一方、ドルフ・ラングレント・モンス・セルメルローを司会として検討しているとも報じられた。 8月19日、エクスプレソンは、モンス・セルメルローと、ペートラ・メーデが司会の有力候補と報じ、2015年12月14日に、スウェーデンテレビによって、正式に発表された。出場各国がどちらの準決勝に参加するかは、アレクサンドラ・バスハリドと、ヨバン・ラドミルの司会のもと、2016年1月25日に、ストックホルム市庁舎にて決定された。まず、 直接決勝に進める6カ国のうち、どの国がどちらの準決勝で投票するかが決められた。次に、それぞれの準決勝の前半、後半に、どの国を割り振るかが決められた。18カ国が準決勝1、19カ国が準決勝2に出場し、それぞれから勝ち進んだ10カ国ずつが、直接決勝に進める6カ国とともに決勝に出場する。 準決勝に参加する37カ国はまず、過去の投票傾向をもとに6組に分けられ、1月21日にあらかじめ公表された。この方法は、特定の国々が互いに投票し合う、ブロック投票の影響力を下げ、すべての国に決勝への進出の機会を与えるためのものである。スウェーデンとドイツは、それぞれ、準決勝1と準決勝2で投票することが、 あらかじめ定められた。ジャスティン・ティン・バー・レイク、決勝の幕合いにて、キャントストップザフィーリングを歌う、準決勝1の開幕時に、2015年、大会優勝者のモンスセル・メルローが、優勝曲、ヒーローズを歌うことが、2016年5月1日に、発表された。また、準決勝2では、マセソン・バイリー、エドワード・ a f シラン、 ダニエル・ RHN 制作によるコメディ作品、ザ・ッツ・ユーロビジアンをモンス・セルメルローとペートラ・メーデが演じ、決勝の開幕時にはスウェーデンのファッションデザインやダンスミュージック分野での活躍を意識したファッションショーの形式で出場各国のアーティストが紹介されることも発表された。準決勝1及び準決勝2の幕合いの演技はいずれもフレデリック・リットマンによるもので、 それぞれ、準決勝1が、ザグレ g ピープル準決勝2は、マンミーツマシンと題されたダンスであった。また、5月9日の発表では、決勝の幕開で、ジャスティン・ティンバー・レイクの新曲、Can't Stop the Feeling 及び、Rock Your Body が披露されることが明かされた。この他に、決勝の幕開では、ラブラブピースピースと題された寸劇が行われ、 ユーロビジョンソングコンテストの過去の出場曲のモチーフを多数使用し、司会のセルメルロー及びメーデのほか、ユーロビジョン2006の優勝者ローディや、同2009優勝者のアレクサンドル・ルイバークが登場した。また、サラドーン・ファイナーが演じるキャラクター、リンダ・ウッドラフによるコメディ、モンス・セルメルローによる、ファイア・イン・ザ・レイン及び、ヒーローズの披露も行われた。なお、今大会は、 史上初めてアメリカ合衆国でもテレビ中継されたが、ジャスティン・ティンバー・レイクの部分は、権利上の問題により、準決勝1の演技、ザ・グレイ・ピープルに置き換えられた。準決勝1に、参加準決勝1で、投票準決勝2に、参加準決勝2で、投票出場を希望する国は、2015年9月15日までに申請する必要があり、 また10月10日以降の出場自体には罰金が伴う。欧州放送連合は11月26日43カ国が大会に出場することを発表した。これは2008年大会及び2011年大会と並んで過去最多である。前年まで不出場であった4カ国が大会に復帰した。今回から大会に復帰したのはボスニア・ヘルェゴビナ、 ブルガリア、クロアチア、ウクライナである。また、前年大会でスペシャルゲストとして初参加したオーストラリアは、今大会には通常の出場国として参加することとなった。一方、ポルトガルは今大会は参加を見送り、ルーマニアは大会直前の4月に欧州放送連合に対する負債を理由として出場が認められなかった。今大会に出場するアーティストのうち、 7人が過去にユーロビジョンソングコンテスト出場経験を有する。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の一人ディーンは2004でも同国代表を務め、決勝7位となった。マケドニア共和国代表のカリオピは2012で決勝13位となったほか、1996年大会の同国代表にも選ばれたが、テレビ放送されない予選で敗退している。 ブルガリア代表のポリゲノバは2011年大会に出場したが準決勝12位に終わった。モンテネグロ代表のハイウェイのメンバーの一人、ボヤン・ヨボビッチは2005年大会でセルビア・モンテネグロ代表を務めたノーネームのメンバーで、この時は決勝7位となった。マルタ代表のイーラ・ロスコは2002に出場し2位入賞を果たしている。 リトアニア代表のドニー・モンテルは2012年大会に出場し、決勝14位となった。アイスランド代表のクレタ・サロメは4トともに2012年大会に出場し、決勝20位となった。18カ国が準決勝1に出場し、これに加えて、フランス、スペイン、スウェーデンの21カ国が準決勝1を自国向けに中継し、 投票に参加する19カ国が準決勝1に出場し、これに加えてドイツ、イタリア、イギリスの22カ国が準決勝1を自国向けに中継し、投票に参加する。ユーロビジョンソングコンテストに参加できるのは欧州放送連合の正会員であり、ユーロビジョンネットワークを使って大会を中継できる放送局に限られる。欧州放送連合は、 56の正会員すべて及び巡回員であるオーストラリアに対して大会への招待状を送付し43カ国が欧諾した。モロッコ、チュニジアその他5カ国は不参加の理由を明らかにしなかったがその他の国々は不参加を表明した。イスラエルは準決勝1の日程が戦没者追悼記念日と重なるためあらかじめ準決勝2への出場が認められていた。 歌詞の一部はギリシャ北部で話されるギリシア語ポントス方言である。ありがとうございます。